ベートーベン悲壮ソナタオーパス13番の第3楽章を弾こうと思います。この曲はベートーベンが耳の病気でものすごく辛い時期に作曲したと言われている曲です。では弾いてみたいと思います。Thank you.
ました。なんかエネルギーを使う曲なんですけれども、そのこの曲ってフレーズの時にあんまり心が沈み込まないようにですね、弾くのがいいかと思います。ちょっと弾き込もうかなと思います。どうもありがとうございました。はい、失礼いたします。